ス両親両親両親は隣でインスタグラムライブ配信中です。そうです、大阪もめっちゃ寒い。あ、そうなんですね。西も寒いんだ。そう、ゆういちろうさんは横で CL をやって、自分はインスタライブをやるという。そうです、極めて謎な。そうなのでございます。みんなどっち行けばいいのっていう感じだよね、きっと。だから領事を好きな人は領事の方に行ってやめましょう、そういう。いやいや、そう、それそうでしょ。今日はゆういちろうさん推しのお母さんの誕生日、みさきさん、おめでとう。両方でコラボでしょ、確かに。昨日泣いた？なんで？泣いてませんこちゃんマークのネックレス、最近あんまりつけないんですか？いや、昨日つけてましたよ。なんで泣いたって聞いてるんだろう。そう、壁がね、赤いんだ。ここすごい赤いし、今日結構赤使ってるからちょうどいい、ね、無限列車。あ、テレビでやったの。あ、やってましたね。鬼滅、鬼滅ウェブ版で見たんで、僕は。僕も見ました。お母さんを見て喜ぶね。あ、お母さんは、美咲ちゃんのお母さんおめでとう。ギガがなくて携帯で見えない。ギガ、ギガのせい。電気だよ。鬼滅の刃やってる。鬼滅の刃なんか、あのテレビでやってるって思わなくて、最初めっちゃ聞いてくるね、美容院に行ったか。まだ行ってません。で、ネットリックスでやってると思って今日楽しみにしてたのに、ネットリックスやってなかったっす。死活問題だ、これは。トリコンさん、お願いがあるの。何でしょう。何々と言ってけろ。今日大阪さんも行った。そうなの。東京のチョビさんは今日もレコーディングです。顔見たい。通り部最新話、漫画は見てないけどいろいろ知ってます。明日は美咲ちゃん食べるの。美咲ちゃんおめでとう、誕生日おめでとう。いろいろ知ってますよ。あ、ブログにね、美容院行くって書いてたんだね。そうなのよ。あの、ファッカーの寝坊したって行けませんでした。エミネム寝坊していきませんでした。リコーディング頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。やっぱ僕でもね、たまに寝坊しますよ。だってそこに今日のサングラスは、ね、今日はないんです。今日はサングラスなし。今日も本当に寝坊したかったんだよな。寝坊したかったしたかったってなんですか。新しいでしょ。したかったのよ、寝坊。したかったって。ちょっとね。あ、ユミンちゃん、28日誕生日か。ん？あさってじゃん、おめでとう。出ない。視力いくつ？A です、A。で、視力ってその A とかあるの？あれ違いましたっけ？何点何とかしてる？ A って1.7。2、一番いいやつです、じゃあ。マジで？はい、俺めっちゃ目いいですよ。いいな。俺ももともと 2.0 だったんだけどさ、はい、今めっちゃ下がっちゃったんだよね。目悪いんすか？うん、ギリ。ああ。悪い人よりも悪くない。うん。でもさ、2.0 からしたら下がってるから、結構きつい。ぼやけて見えるみたいな。そうそうそう、うん。最後の場面がぼやけてます。血の色は、緑です。ぼやけてるよ。明かりは
と2人でやったらうるさいね。すいません。で俺が、いや全然俺はそんな気にならない。はい、あ、A って血液が…そうだ、春日の前、血液型、近さん、近さん、前髪切れますね。前髪、自分切っちゃったけど切りすぎちゃいました。あちゃー、それはまずいな。ゆみちゃんもね、ともみんもね、まゆみちゃんもね、ずっと応援してくれてね、ありがとう。兄の人のこと覚えてますから。お、ゆなぽん、今エリアさんに来たよ。身長は何センチ？身長は178です。申し訳ない、太まりません。なんかボソボソ言ってると。そう、隣にはリョウジがいます。リョウジがブルベ、ブルベですよ、今。エリア5、好きなおにぎり、エビマヨ。ケイトシーさん、昨日は私の妹の誕生日。おう、おめでとう。ハッピーバースデー。黒じゃない。黒じゃないです。またネックに戻るの。うん。そう。あ、好きな色。戻るよ。紫とか。今日はでも割と早く終わりそうな気がしてます。黒とか繁殖系が好きですね。今月。ともみさん、二人の孫を産んだ。おめでとうございます。二人目の孫ね。おめでとうございます。マレカちゃん。ユージョさんの誕生日が一緒で、本当に嬉しいです。これな、8年。3年くらい。末広がりで、これ。8。いい数字なんですよ。こう無限な意味があってね。サッカリクエストって何？代わりに勉強して。いや、それじゃ意味ないじゃんね。意味ないよね、それ。一瞬めっちゃ眠くなりました。足は何センチですか？足なんだっけ。なんせ仕事始まる時間が早すぎますよ。7.5 か8とかっすね。21時間、これからしたら午前中でございます。なんつって14歳ぐらいかな。 CL しない。 CL もしますよ。 どっちもします。あの CL の1時間とんだけ。ゴリポン何時の日、今日はね、方にも今日は方ともお話ししたいんで、ね、今日11時半ぐらい。11時半ぐらい。そう、なんか久々にスタライやりたいなと思って。11時半ってもう早朝ですよ。カワトーク。8歳やから最年少。うわ、8歳か。楽しみにしてます。ちゃんと出ないの。今日日曜日ですよね。皆さん何してますか？ゆっくりできてますか？9時に皆さんも早いね。まあ、その人のリズムだからね。結局は俺らの仕事はさ、毎日こう、そう、いろいろ時間が行きたかったんだよね、もっといっぱい。そういう習慣みたいなのがないからね。やっぱりもっといっぱい行きたかったけど、また来年ですね。来年やれるといいな。新しい iPhone、 いいね。俺も買えますよ、新しい iPhone。 やっと。この揺れるネックレスで催眠寝れそう。起きてるって。今一瞬寝そうになりましたね。
何してるとき、ケイさん、何してるときが一番癒されますか？やっぱり仕事終わってからこう飲む一杯目のやっぱお酒かな。お口もね、お酒が好きなんですよ。ことりじゃそう。何すかそれ。ことりじゃそうさんって名前の方がいるからさ。ことりじゃそう。こういう映っちゃダメなのかな。ああ。今映っちゃった。一応外した方がいいんじゃないですか。すいません、映っちゃいました。スタッフの皆さんもすいません。怒らないでください。最近何の曲にハマってます？最近ね、なんだっけな。最近ね、あれ飲んでます、ビールの缶ビールのやつ。ちょっと見ていい？これって、一回閉じたりしたら消えちゃうのかな？全部ゼロのやつ。あれがうまい。どうなんだ？教えてください。一回こうスワイプしたら消えちゃうのかな？夕日が声出し、綺麗なファルセットで消えちゃうんだ。ケロリン、ケロリンのこのマーク何だろう。何のマークこれ、6と9。スー君コメントして、う、嘘。日がオールゼロ。日がどこだ。ゼロも美味しいのに青いやつに違うんですよ。めっちゃ雄一郎さんの声聞こえるじゃん。ちょっと鈴木来てよ。白と金と緑のやつかな。すぐそこにいるんだから。まあ味薄いんですけど、なんか糖質とか気にしてて。あ、これカニ座のマークなんだ、ケロリンさん。ここは飲み物も映ったらダメ、多分ダメだったような気がするな、パッケージが。まあ今撮ったから、これ撮った休みを休みですることない。ええかさ、確かに意外と俺も休みすることなかったりするもんな。最近一番ボックスみたいなもんです。両親とだいぶね距離があるんで、ソーシャルディスタンス取りまくってるんで大丈夫ですか。取りまくってますね。ディスタンスね。力尽きたいディスタンス。今バイトの休憩中です。配信嬉しい。コットンインザソウ。今日もフルパワーで内田さんお送りしております。シエルだから。シエルゾーね。ディオールの香水つけてますよ、ずっと。皆さん、それは香水なんかおすすめありますか？もう僕、香水がなくなっちゃいましたよ。香水なんかおすすめありますか？新曲はいつでした？新曲ってもうリリースするって発表してるよね。高校生ね、うん、知ってますよ。10月13日ね。はい、10月の13日です。で、ここのかアリュール、あれドルガマリリース日ってドルチェアンドカバナナのサンカウスイノスタイタイ。言ってる言ってる。次どんな髪色？でもなんかやっぱ明るくすると黒に戻りたくなる。二重幅に住みたいな、どういうことですか？
エロスってやつつけてるの？エロスはめっちゃいいんですよ、あのベルサーチの。俺ロジでつけてるのにいい匂いって思ったことないんだよ。あ、すごい失礼なことさらっと言うさらっと言う。え、好みみたいじゃん。まあありますね、確かに匂い。結構俺なんか、なんて言うだろう、ほんのり香るぐらいでいい。ああ、あんま強いのはまあ、そうそうそう、強くない方がいいんです。確かに確かに。ということで皆さん、改めてどういう、やばいんですよ今頭勝利。じゃあエリア3にでも行ってみっかい。おひげが変わり、桜っぽっちゃい。ありがとう。ポリポン喉の調子は、今日朝が早すぎてちょっと調子悪いです。そんな早くなかったっす。今日はパパが誕生日なんで祝ってほしいっす。あ、ゆいさん、また青を入れたいね。出遅れて参加しました。 M ってやん、ディオール、あずさん、今来ました。いいんですよ、なんとかな体にしてもいいんですよ。あなたと柑橘系はちょっとあんま好きじゃないの。若子さん、誕生日おめでとうございます。いつまでもなんか若子、若若お母さんでいてください。なんか若子酒っていうアニメの知ってます？知らない。なんか面白いですよ、若子酒。なんかお酒を 飲んだり食べたりするやつ。お酒めちゃくちゃ面白いですよ。何これ、サクラップさん、何楽しいっすか。甘黒ね、甘黒いいっすね、確かに。っていう香水の名前。今の時期、金木犀、そうそう、金木犀この前発見して最近、発達とあった、最近会ってないな、あんまり会ってこなかったんだよな。香水か、カウントダウンライブ幸せでした。いや、本当に大丈夫ですよ、今日の誕生日、ね、嘘、初、新曲、初披露だったんで大丈夫です。リリースぜひ楽しみに。お、マユさん、両親のスターライカーってください。なるほど。ありがとうございます。こんなどうしようもない僕のためにありがとうございます。すごい。スープカレーの、ね、香水にしたら、ずっと腹減ってるじゃん。そんな人いないでしょ。両親のソロ楽しみです。嬉しいな。なるほどしか言ってない。なるほど。なるほどってさ、最近気づいたんだけど、めっちゃ便利な言葉なんだよ。返事に困った時に、なるほどって言ってるのがね、話がそれでうまくなったから、うん、話がうまくまとまるんだよ、なるほどって言ってる。エロス買いに行ってた。マジでいい匂いですよ。何かだと温度差がやばくて、ちょっとあの甘いけど甘い系好きならいいと思うな。ね、確かに対応しがちだね、MTN。新曲やばかった。いや、大人のテクニック、青色さん。大人の。今ずっと二人。ミクさん、娘さん、娘さん、娘さん、何歳なの？今4時だけどね、まだ布団入ってるの。ミクさん、娘さん、何歳なの？あ、寒いですもんね、今日。確かに。ぜひ。いい匂いだった。あ、もう買いに行った。いい匂いですよね、あれ。うーん、それなんか女性なんだ。よろしくお伝えくださいよ。ぜひライブにもね、来てもらって。DM、あの、見させていただいてますよ、DM。明日学校なのに課題終わってないんで、手伝ってください。問題も流してみてください。介護。どういう、今どういう店課題なのか。移動しちゃうの。どういう課題をやってるか流してみてください。コメントに。僕が全部教えますよ。ヘアオイル、ああ。キラスターゼのヘアオイル買いました。あれマジでいい匂いでしょ。しかもめっちゃサラサラになるし。名前呼んでください。
リナちゃん。シャンプーもあるんで、あれシャンプーと一緒に使ったらやばい。ちょっとだけ言っておきましょう。ずっと二人くん11から開くので、すぐの因数分解してんだ。うん、森さんまた LINE するわ。因数分解ね。王子はもういいよ。王子はヘアオイルですかね。歌手になると思ったけど、数学って使わないかね。え、歌手に、歌手で数学って使わない。使わないですね、多分。使うとしても、うん、あのハモリの何声とかの、そういう数字ぐらいでなんか使う。そうですね。なるほど。アルバム出るってことですね。信じるか信じないかあなた次第です。スンドゥブ、スンドゥブ。それ言っちゃダメです。今頑張って覚えてるんですか。そうだよね。ごめんごめん。どうしたの？次。どっち？あ、始まってんの？そうですね。なんてなってる。まあ、タイミングで。え、どっちから、どっちからですか？あれ？OK です。あの、ディレクターさん来ましたもん。来てないですけど、ちょっと時間があるので先にあの撮って、それを聞くパターンにしようかって言ってました。なるほどね。でも行けんの？あ、そう。ほんと？嘘でしょ？行ける？あ、そう。そんなことないでしょ。マネージャーがシゲルをやめてくださいって言いに来ました。違う、やめてくださいって違う。はい、あの順番ですっていう、それ物は捉えようなんで。皆さん免疫力上げていきましょうね。シール配信ありがとうございました。皆さん変わらそう、食べたいな、変わらそう、うん、後ろはバイトです。エリア1、エリア2、エリア3、エリア2、皆さんありがとう。このそのネックレスメッセージブースで横にメッセージがありますか。ちょっとレコーディングやってきます。ここにメッセージがあってね。それで皆さんありがとう。免疫力アップアップ、免疫力アップということで、バイナラCL配信やります。あざした。